ウミガメのスープ出題します。ここでルールをおさらい。今回はリアルクマの寮生が作ってくれたオリジナル問題。時々一時停止したりして、ぜひみんなも考えてみてね。迷った末、男は目の前にいる女性に向かって余命を告げる選択肢を取った。女性は、そう、先生、わかったわ、と残し、直後に病院の屋上から身を投げた。男はその様子を確認すると、さて、最後の一仕事だ、とつぶやき、手に持ったスマートフォンの画面を見つめた。男が次に取る行動は何？女性は生きていますか？いいえ、いい質問です。ただしミスリード注意。男は医者ですか？いいえ、いい質問です。余命は病気による余命ですか？はい。スマートフォンの画面に映っているものが重要ですか？はい、ではあるけどミスリードには注意。男はヤクザかマフィアですか？いいえ。舞台設定は日本でいいですか？はい、日本と考えてもらって大丈夫です。男は110番か119番に電話をかけましたか？いいえ。女性の病気は不治の病でしたか？問題を解く上では関係ありません。男の職業は関係ありますか？いいえ、男の職業は何であっても基本成立します。女性の家族構成は関係ありますか？いいえ、一人身でもビッグダディでも成立します。男がスマートフォンを手に取ったのは電話をするためですか？いいえ、いい質問です。男が余命を告げるかどうか迷ったのは女性を悲しませるかもしれないと思ったからですか？いいえ、葛藤の理由は別にありますが、ここを掘り下げずとも回答にはたどり着けます。男がスマートフォンを手に取ったのは誰かに連絡するためですか？いいえ、男は誰に連絡を取るつもりもありません。男がスマートフォンを手に取ったのはインターネットを使うためですか？いいえ、インターネットは一切関わりません。スマホの使途がかなり重要です。余命とは女性の余命ですか？はい、ただしミスリード注意。男は余命を告げると女性が飛び降りることを分かっていましたか？いいえ、事前に分かっていたのであればこの問題は成立しません。いい質問です。余命は電話で告げましたか？いいえ、電話越しに余命を伝えたわけではありません。最初の方の男は医者ではありませんはある意味ミスリード注意。女性略にした先生とはその男のことですか？ある意味はい、ある意味いい。いい質問です。スマートフォンは男のものですか？はい。男はスマートフォンでやらましをやりましたか？いいえ、某寮生ではありませんが、いい質問です。これ、いい質問なのか。男が告げた余命は1年以下ですか？よほど極端に長短がなければ、余命の長さは特に問題を解く上で関係ありません。1年でも成立します。男はもともと女性を殺す予定でしたか？うん、難しい。いいえと考えてよいと思います。ちなみにララマジの質問に質問と言ったのはおふざけではないです。マジかよ。男はソシャゲをやっていますか？ソシャゲだと家になるかな。でも近い。スマホゲームをやっていますか？はい、男はスマートフォンでゲームをプレイしています。いい質問です。女性はゲームのキャラクターですか？はい、もうゴールイン間近。いい質問です。女性が飛び降りた段階でゲームはエンディングを迎えていましたか？はい、女性が飛び降りたところでエンディングでした。男がスマートフォンの画面を見つめている状態の時、そのゲームはクリアされた状態でしたか？はい、ともいいえとも言います。エンディング画面は表示されていましたが、クリアかと言われると微妙ですね。そのゲームは複数エンディングがあるゲームですか？周回要素はありますか？はい、その通り、周回要素もあることでしょう。女性が飛び降りたのはバッドエンドルートでしたか？はい、その通り。答え言います。男が次に取った行動はグッドエンドを見るためにもう一度同じゲームをすることにしたではないですか？正解です。やった、いい問題だった。なるほど、面白かった。この質問は男そのものじゃなくてゲーム内の主人公って意味だったんだね。そういうこと。ゲーム内の人物を指して言ってるので男そのものではないが、男ではないとも言えない微妙な感じ。次はどんな問題やる？